ネベンス・ボティッチは、ユーゴスラビアスルプスカ共和国、バニャルカ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ネベンス・ボティッチと表記されることもある。セルビアとアメリカ合衆国の国籍を所持しているが、セルビア代表を選択している。空中戦に強く、セットプレーから得点を記録することが多い。プロ入りまで1988年。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国の一つである、ボスニアヘルツェゴビナ社会主義共和国のバニアルカで、セルビア人の両親の間に誕生した。幼い頃は、バニア、ルカ地方のプルニャボルで過ごした。1990年に、父のジェリコが給職のため、ドイツに移住した後に、ボスニアヘルツェゴビナ紛争が始まり、1994年に5歳だったね、バンは、 母のスベトラーナや姉妹と共に、父のいるドイツへ出国した。一家は、バーデンビュールテンベルク州にあるシェーンベルクに住み、ネバンは7歳の時に、地元の TSV シュバルツェンベルクでサッカーを始めた。ドイツ政府の滞在許可が失効して、ボスニアへ国外退去させられるのを回避するため、1999年に、スボティッチ一家はアメリカに渡り、 ジェリコのいとこがいたユタ州のソルトレイクシティに住んだ。ネバンはここでスパルタゴールドとインパクトブラックという2つのユースクラブでプレーした。このような経緯からネバンはセルビアとアメリカのほかボスニアとドイツのパスポートも持っている。2年後、一家はフロリダ州のブレーデントンに転居し、姉のナターリアはテニススクールで選手キャリアを求めることができるようになった。 このブレイデントンは17歳以下アメリカ代表のベースキャンプ地でもあり、ネバンはここで練習をするうちにアシスタントコーチのキース、古くに見出され、ジョニー・エリンジャー監督によるテストに合格した後は U-17、代表キャンプに常時参加する様になった。この間、ネバンはどのクラブにも所属しなかったが、南フロリダ大学の練習に参加していた。 2005年 U-17 アメリカ代表がオランダに滞在する間、ネバンは代理人のスティーブ・ケリーから接触を受け、ヨーロッパでプレーする可能性を示された。テストでの合格後、ネバンはドイツ分で3が所属に所属する 1FSV マインツ05のユースチームに入団した。プロへマインツのユースチームに入団したネバンスボティッチは4ブリーグに 所属していた、マインツのセカンドチームでプレーを始めた。2007年、2006、7年シーズンのブンデスリーが一部最終節で、スボティッチは、プロチームでのデビューを果たしたが、この試合で、バイエルン・ミュンヘンに敗れたマインツは二部降格が決まった。続く2007、8年シーズン、スボティッチはレギュラー選手として活躍し、マインツは、 同年のリーグ戦で最小の37失点にとどめたが、最終順位は4位で一部復帰を逃した。2008年夏、マインツの監督だった、ユルゲン・クロップが一部クラブのボルシア・ドルトムントの新監督に就任すると、スボティッチは監督について移籍する形となり、2008年6月4日、ドルトムントと5年契約を結んだ。2008、 9年のブンデスリーガで、スボティッチは強固な守備力と6つのゴールで注目され、ブンデスリーガのベストイレブンに選ばれた。2009年7月には、新たな契約を結び、2014年夏まで、ドルトムントに所属することになった。2009、10年シーズンでは、4人しかいないリーグ戦前、試合フル出場選手の一人となった。しかしトーマス・トゥヘルが監督になってからは、 骨折の影響もあってか公式戦にわずか2試合しか出られず苦難の日々が続いた。そして2016年7月6日に自身のホームページでクラブ対談の意思を固めた。やがてプレミアリーグに昇格したばかりのミドルズブライフ C からのオファーがあったがメディカルチェックに引っかかってしまい破談となってしまう。結局このシーズンは残留することとなった。その後も 出場機会を得ることがほとんどなかったが、2016から17年の、冬に期限付き遺跡で1、FC ケルンに加入した。シーズン終了後に復帰。2019年7月、ブンデスリーが一部に昇格した1、FC ユニオンベルリンへ2021年6月までの2年契約で、完全遺跡。2020年9月17日、デニズリスポルと契約したことが発表された。 2021年2月1日、SC ラインドルフアルタッハに6ヶ月の契約で移籍した。セルビアとアメリカの国籍を所持していたことから、2005年に U-17 アメリカ代表として FIFAU-17 世界選手権に出場した。また2007年には FIFAU-20 ワールドカップにも出場した。フル代表ではセルビア代表を選択し、 2009年3月28日には、セルビア代表として 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のルーマニア代表戦で、A 代表初キャップを記録。2009年6月10日のフェロー初等戦では、代表初得点を挙げた。2010FIFA ワールドカップメンバーにも選出された。2014年10月、セルビア代表のディック・アドフォカート監督が、 スボティッチとアデムリアイッチを代表でのプレーに意欲的でないとして、二人を今後召集しない方針を明らかにした。アドフォカートは、スボティッチとメール等をやり取りした結果、彼が代表でのプレーを望んでいないことを確信した。そうであれば、チームの雰囲気を壊さないために、そういう姿勢の選手は外すのがベストだと思うと語っている。 国際 A マッチ36試合に得点、ありがとうございます。